名残惜しいところなんですけれども、はい、そろそろ時間となってしまいましたので、次回のお話をそうですね、次回の予告を佐藤さんからしていただいて、はい、わかりました。次回はね、この映画から、何ヶ月後か、6ヶ月後かな、11月に先行公開するんですよ。71年の11月にゴッドファーザーと同時公開したんですけども、同じ日に吹っ切ったのが第8作男扱いよ虎子の恋歌。これはね、虎さんが大ヒットしたんですよ。およみさんの作品も含めて大ヒットして、とにかく公開展するから、その松竹の木戸史郎さんっていうそのトップがね、洋画みたいな長い作品にしろ、2時間の虎さんを作ってほしいって山田さんに打ち破りをして、山田さんとしてロードショーするかって言われて、考えてその2時間にするためにいろんなことを考えて作ったのが広瀬さんの物語。諏訪広瀬さんね、今までは桜さんのご亭主で、まあ、向こう養子だとかなんとか言われた広瀬さんのスポットライトを当てて、広瀬さんのお父さんの諏訪兵一郎さん、志村隆さん、出てきて、お兄さんの梅野康清さん、穂積貴信さん出てきて、お母さんの方あのが亡くなったところから話が始まる。これがまた素晴らしい作品ですので、あの寅さんのあらゆる寅さんの後のテーマとなったその旅人の放浪者と、桜たちの生活者の定住者のそのなんか物語が詰める。マドンナはね、池内淳子さんです。池内淳子さんが帝釈天大教授の脇にロークという喫茶店をオープンして、このロークという喫茶店実際にあったんですけど、でロークという喫茶店をオープンして、そこで息子さんのマナズ君と二人で頑張って、そこに寅さんが帰ってきて恋をしてしまうという物語なんですけど、とにかくその僕らが考えている男はつらいよの中のすごくいい要素が全部詰まったスタイアス、うん、あの人間の本当の暮らし、林道の花についてのエピソードがあったりとかね、今僕が言ってるのはやっぱり分かんないかもしれませんけど、ご覧になるとなるほどと思われるんですけども、ぜひね、僕第8作大好きで、ベストは何って言われたら、まあ、一番奮闘編なんですよ本当に。よく言われるベスト3のうちに必ず奮闘編があるんですけど、なんか考えるとね、第8作が好き、そのちょっと暗めのとこも含めて、うん、ぜひ岡本真理さん扮する大空小百合さんも初めてこの回だとしますね。見どころはたくさんありますので、ぜひ次回は、ね、1時間50分と長い作品ですけど、本当にスクリーンでみんなで味わうとしみじみとした味わいがあります。ぜひ第8作、トラジドコルタを皆さんと一緒にご覧いただければと思います。なんかあれですよね、これ寅さんくら同好会みたいにして、なんていうの、一回一回のお客様じゃなくて、こうなんかなんていうの、定期券みたいな、定期みたいな、あ、ポイントカード、ポイント制にしてまして、寅さんのアイテムを上から順番にこう押してきまして、で最後男はつらいよで完成するっていうコンプリート。はい、そのコンプリートしたら何かを差し上げるっていう予定なんですけど、その何かはまだ決まってない。まだこれからね。すみません、ちょっとバラしちゃったけど。月に1作ずつで48作ですから、まだまだ先はありますし、榊原美さんもう一回第17作ね。これね、台本持ってるの？柴又の伊達男って書いてますけど、トラジドの夕焼け小焼けにね、榊原美さんがご出演されてます。またね、ちょっとね、ちょびっとだけ、それも知らない、出てるんですよ。クレジットの本当にね、いう役じゃないんですけども、ちょっとだけ、でもすごく印象的な役、花子役じゃなくて、花子役じゃ、まあ、花子はここでお弟子さん、お手伝いというお弟子さんですから、ね、あるお師匠さんのお弟子さんの役で出てるんですけども、ぜひこの17歳ですから、今から10ヶ月経たないと見れないね。どうですか、もう 長く続く上映マラソンですから、うん、そうですよ ね、 ぜひね、そのうちになんか、うん、この今日だけでも上が開くとか、なんかそういうふうになるように、ね、ならないとね。それはね、多分スタンプラリーの景品が決まるように、だんだん世の中状況変わっていくし、みんなが何か考えて動けば変わっていくんですよ、状況っていうのは。とりあえずなんです、状況っていうのはね。だから変わっていくはずなんで、僕らもう微力ながらね、そうですね、本当応援させていただければと思います。何かできることがあったらね、ぜひと思いますので、ありがとうございます。今日最後に榊原留美さんと、はい、それから、はい、今廊下留美って言いそうになっちゃうんだけど、役名じゃなくて、松下留美さん、はい、
からちょっと今日ご来場の皆さんに何か一言メッセージがあれば。一言だって。いやでも本当にね、もう何て言うんですか、末永く毎月毎月来てねっていう。本当にそう、多分ね、トラさんがそう思ってると思いますよ。あずみさんが一番感じて思ってくださって、あずみさんとトラさんと、そうね、両方二人が思ってくれて、そうですね。でも末永く皆さんがファンでいてくださって、毎月いらしてくださることが私たちの本当お願いですので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私も小諸、初めて小諸に来て、ちょうどこんな紅葉の綺麗な時に開墾も見ることができて、また長野いいな、本当に名が、名って私のいとこですけど、上田に住んでるので、またこんなに近いんだったら、そう、遊びに行きたいなって思います。この開墾もなんかの時に、じゃあ17作でもいいですし、また来たいなと思いますし、東京でも本当にこの会が盛り上がるように、少しでもね、お手伝いしていただければと思いますので、はい、皆さんもどんどん宣伝して、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう一度、佐藤俊明さん、佐々木原美美さん、松下美美さん、本間美子さんに、それぞれの拍手をお願いいたします。ありがとうございました。あ、プレゼントが、すみません、佐々木原美美さんの方に、はい、あります。このカゴも全部ロロのあれなんですよ。姉さん、姉さん、本当、はい、よかった。うちにカゴなかったの。すごい。なんかこういうの、これもこの入れ物も、うん、わー素敵。素晴らしい。何かこのままどうぞ持ってください。素敵。わー素敵。ありがとうございました。ぜひまた年末また足を運んでいただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いします。というわけで、今日は